はい、どうも、エルザレットです。それでは、テストランディングやっていきましょう。あ、なんかシャワー浴びたらイベント起きそうですね。見ていきましょサム、聞こえるか？君たちが戦場にいる間、この世界ではやはり時間が進んでいなかった。私の推測によれば、あの空間もビーチの一種だと思う。ああ、いいかね。人間の歯は一つの同じ世界を共有している。だが一人一人の歯は自分だけの固有のビーチを持っている。人の脳内では宗教や思想の違いからそれぞれ異なるビーチが作られるんだ。つまりこれは無数に分岐し独立して存在する多次元宇宙のようなものだ。ところが一度に多くの人間が死ぬと複数のビーチがもつれてストランドフィールドができることがある。戦地のような状況で多くの人が恨みや無念の思いを同時に抱くとビーチがつながるんだ。思いは出口を見失い、そのビーチの中を永遠に循環する。ああ、レコードの針が飛んで同じフレーズを何度も何度も繰り返すようなものだ。戦争によって生まれたビーチ、無限にループする終わらない戦場だ。君がいた戦場は第二次世界大戦中の東欧だと思う。しかしだとすると例の男クリフォード・アンガーの素性とは時代が合わない。なあ、私のところにカイダル通信がつながればもっと詳しく調べられるだろう。まあじゃあつなぎに行く感じか。クリフォードハンガーの正体というところも調べに行く感じだね。君に頼みたいことがある。ほいほい。準備したら上の配送端末にアクセスしてくれ。了解。まあでも風呂入ってるときは嫌だよね。いやー、僕もどっちかというと風呂入ってるときは一人でゆっくりっていう感じなんで、あんまり話しかけるの好きじゃないですね。まあプライベートがあるようで本当ない感じだね。さあ今回はどんな夢を見させてくれるのか。去年の件もあるからな。それにしてもまさかあなた。まさかあなただったとはと。これだ、なんか知ってるのか。とりあえずミッションだね。タールベルト。その先はこの大陸で最も西にある都市エッジノットシティ。ほう。我々の最終目的地だ。もう少し奥までか。接続すればカイラル通信網はこの大陸を横断する。アメリカ再建はもうすぐ目の前だ。アメリもこのエッジノットシティに囚われているはずだ。次期大統領を連れ帰ってくれ。ただしタールベルトを渡る前にもう一つ結び目をつなぐ。まずはハートマンに会ってくれ。おお、ハートマンの次か。サム、君に持ってきてほしいものもある。一つは君が兵士から奪ったドッグタグ。これは、君のポケットにでも入れておいてくれ。もう一つはママの遺体だ。彼女の遺体はネクロシスを起こしていない。それがなぜなのか詳しく調べたいな。おお。私たちがデスストランディングを乗り越えるため。そういえば言われてみたらそうだよね。もしかしたらあと1分です。あと1分？時間がないようだ。
きたら私のところに来てくれ。その配送端末で受注するんだ。あと1分。そういえば途中途中切れるのよね、あの人はね。山小屋から防弾具を回収。うわー、これしたいけど、まあ別だな。よし、では、まあ、所持品として持ってそうな感じはするから、今回車にしてみようか。で、保管庫、パイル、アサルト、ブーツ3つに、ロープパイル、はしご、血液グルネードと、袋、ショットガン置いとくか。これはリサイクルしたいね。あ、そっか、遺体を運ぶからか。頼んだわ、サム。大事に運んでね。心配しないで。ネクローシスしない特別な遺体よ。じゃあ時間は急がなくていいってことか。私たちのこの母が明日への希望になるかもしれないから。またママを運ぶっていうのもなんか考えもんだね。クルできるはこのあたりかな。一回ハートマンのあのあたりは行ってるところだね。ご提供いただきありがとうございました。はい、どうで、そもそも装備だね。で、これもつけて、そうか、やっぱママ子っていう感じか。これで一旦 OK して、持った状態で預けるか。プライベートボックスに入れて、これで OK かな。さあ、途中まで車で行けるとこまで行こう。乗車。ちゃんと運べてるかな。 OK だね。よし、行こう。頑張ってください。行ってらっしゃい。さーて、こっからだね。どうやって行くかということだが、まあ、とりあえずここまで行ってっていう感じだね。
さあこっちだね。だけど、ここを曲がる、ジャンプ、はい、こっちだね。さあ、一気に行くぞ。もう車で行けるなら行くでいいけどね。カラーはトフだ。さあこっからは自分で伸ばした橋を登っていくか。左右に揺れやすいとかあるんだね。でなるべく踏ん張るようにしようと。危ない。まあね、これここまで頑張って運んだからね。運んだばっかしだな。まあそういうゲームなんだけど。まあそうだね。ママを2回運ぶことになるとは思わなかったね。歩こう。道も通れば通るほどできつつある。さあこっからだね。登れ。よしよし。次はこっち。いやまさかこういった形で役に立つとは思わなかったな。まあハートの方向をねちょうど見に行ってたからよかったけど、あれ見てなかったらまた違うからね。さあさあ登ってさらにだね。危ない。あえて来るか。の方がさらに安全だしね。そしてほら今なんか雪崩の音した。意外と掴まずそのまま行く感じか。よしよし。この状態で、あとはまっすぐだね。よしよし。ただ道的にはどっちだ。そのまままっすぐ行って登る方がいいか。だね、ここ通ってこうだね。
さあ前と同じところを通っていくぞ。さあ今回はねママを背負ってるからちょっと。重い感じだが、よけよけ、はい、これでロープを離しておけば OK だね。よしよし、多分これで多少は進みやすいんじゃないかな。上げておけば大体次いい感じに飛んだね。よしよし、あとは多分ねスタミナの消費が変わってくると思うんだよね。道しるべにもなるしね。でこれを次は左側か。危ない危ない危ない。着いた。意外と早かったな。さあ2度目だね。やっぱここがハートマンの場所だったっぽいね。ガラス張りか。あ、納品。意外と早かったな。お疲れ様でした。結果を表示します。16。ああこけただけでもそこまでなったか。さあなんで本人が出てこないか。剛腕の配達人と。本人が来なかったのがちょっと気になるね。それとも今からか。ヒートユニット。ほう。うんうん。遺体を持ったまま通路の奥へ進んでください。お疲れ様でした。通路の奥か。いやー、骨が大量に。ドアを開ける。蘇生まであと1分20秒さあ蘇生まであと1分。何が
あ、ハートマン。あら、奥さんと子供の写真。ハート。ん？AED を起動します。AED を起動？どういうこと？エピソード8ハートマン。ん？何？蘇生ってことは生き返ってるの？おお、あ、すげえ。間が悪くて失礼した。待っていたよ、サム。すまない。驚かせてしまったようだな。こういう体質なんだ。体質？はあ。それはそこに置いてくれ。ありがとう。どういう体質だよ。また会えなかった。心臓が止まっていたようだが、21分ごとに心停止、3分間でビーチに行き、また蘇生する。1日に60回死んで60回生き返る。はあ1日に60回死んだ家族を探してビーチを放浪する。それが私の1日、今の私の生き方だ。君の結び目からの帰還回数も記録的だが、私はビーチ訪問の記録保持者だ。218,549回。はあ、だから途中で切れるのか。あのクレーターは私の心臓。分身で妻と子供だ。そう、私の心臓と同じ形だ。ハート型心筋症と言われたよ。医者にとても珍しいケースだと。レントゲン写真もある。私の心臓を見たいだろう。いや、見るべきだ。見るべきだ。先天的なものじゃない。あ、本当だ。へえ。妻と娘、家族を失い途方に暮れていた私は、ある考えにとらわれた。あ、それだからハートマンね。家族はそこにいる。だから心臓を3分だけ止めてビーチで彼女たちを探したんだ。来る日も来る日も来る日も。別れを告げるために。いや、そうじゃない。ビーチは個人によって異なると言われている。つまりあの世も個人によって異なるかもしれない。私はそれ怖い。あの世で一人はごめんだ。ビーチで家族を探し、彼らと共に一緒のあの世に行きたかったんだ。死ぬつもりで。そういうことね。死んで再び家族が一緒になれるなら本望だ。そうやって心停止を繰り返している間に、私の心臓はこんな風になってしまったんだ。いつの頃からかこう呼ばれるようになった。ビーチ研究家のハートマン。よろしく、ハートマンだ。あ、そうか、恐怖症のことを忘れてるのか。ネクローシスしない死体か。腐敗もネクローシスもせず生きているように動いていた。完璧なミイラ、絶対死体とでも呼ぶべきか。どうした？他にも持ってきたものがあるだろう。あ、あった。これだ。まさかまたデッドも。これはへその緒、最大だな。二
としたと形状から見ると人のものか。だが通常の胎盤と胎児をつなぐものではないようだ。 PT の細胞に似ているかも。 PT の細胞？そう、ママのものか。ああ、はい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 。ネクローシスしない死体と、これはビーチとつながる細胞だ。君は素晴らしいものを届けてくれたな。久しぶりに私のハートに火をつけてくれた。またくれた。ああ、全く世話しなくてすまない。かけてくれ。ビーチにいるはずの妻と子を探しにビーチに行ってくる。一人に一つのビーチ、個人に属している。だが私は違う。他人のビーチにもつながっている。バイパス手術をした心臓のようなものだ。この変形した心臓がそれを可能にしてくれているのかもしれん。だからいつかは家族がいるビーチを見つけられるはず。しかしこれだけ探索してもまだわからないことばかりだ。まだまだ。心停止まであと3分です。あの戦場、君が巻き込まれたとされる永遠の戦場。100年以上も前の世界大戦の兵士がビーチで循環しているのはなぜか。普通は死者の魂はビーチにはとどまらない。ビーチは死の世界への通路、通過点でしかないからな。しかしこの世への強烈な未練や、この世とつながりたいという強い思い、こういった感情が、あんな集団で共有されているビーチを作ることがある。同時に大量に死んだ人たちのビーチ。クリフォード・アンガー、彼の無念や憎悪が何らかのきっかけでそのビビを触媒としてこの世に永遠の戦場を呼び込んだ。あと2分です。まもなく心停止が来ます。安全が確保できる位置についてください。あくまでも仮説の一つだよ。それでヒッグスが彼らを操っているのか。安定した体勢を取ってください。わからない。ただヒッグスが彼らを呼び寄せた可能性は高い。あと1分です。どこかに捕まってください。ああ、ところでお願いしたいことがあるんだが。ラボのセキュリティをロックします。3分だけ席を外す。くつろいでいてくれ。ビーチは0時間だが結び目は違う。行って帰るのにこちらの時間で3分かかるんだ。続きは帰ってきてからだ。さあ、蘇生まで3分。復元モデル。ほう。出現プロセスね。あれ、ちょっと待った。今のイルカっぽかったな。後で見直そう。これはクリプトピオシスか。未知の鉱石。特に、これはレコードプレイヤーね。骨董品。
これは娘かな。マナ娘。家族写真ね。ハートマセン AED。これだよね、変えられる時計。ライフサイクルつかさどるか。まあまあ痛いね、変わらず。BT 君目撃例1。こんなものかな。これクジラの骨格標本。はあ、まあ、大体全部意外と全部いけるね。僕のこれだけがいけない感じか。足元は特にないか。またダメだった。訪問218,550回目。すまなかった、話の途中だったな。21分サイクルには慣れてはいるんだが、さすがに初対面だと予定が長くなって収まらないこともある。そのサイクルで不自由なことはあるけどない。私はもう慣れてしまったから大抵のことは困らない。解説、シャワー、食事、生きていくのに必要な行為はほとんど21分もあれば済む。睡眠だけは少し厄介だが、ああ、セックスや喧嘩は。まあ、私は一人だから、それらの心配をすることもない。ああ、サム、読書は？ああ、音楽は？全く興味なさそうだね。私は退屈していない。ここには短編映画もテレビドラマも素晴らしい短編小説も、音楽も21分で完結できるものを集めている。もちろん全て DS 以前のものだが。20分で終わるってなかなかやね。ここでの21分間は待ち時間でしかないんだ。ビーチに家族を探しに行けるまでの。体はここにあるが、魂はビーチにある。死んでいるのだよ。気持ちはわかる。俺も事故で家族を亡くした。驚いたな、君から自分のことを話すなんて。君の境遇は資料で読ませてもらったよ。君が家族を亡くしたように私も。あの時私は心臓手術を受けていた。近隣の都市の ICU だ。私の術後の経過を確認して、妻と娘は荷物を取りに一度家に戻ったところだった。そこで家族はボイドアウトに。ある町までには被害は及ばなかったが、衝撃波で停電が起きて人工心肺も停止した。気がつくと私はビーチにいた。
2つのボイドアウトで死んだ人たちだった。すいません、何があったんですか。私はそこで妻と娘を見かけたんだ。待ってくれ、私だ。置いていかないでくれ。待て。一人にしないでくれ。嫌だ。行くな。頼む、行かないでくれ。ICU の予備電源が発動して、私は除細動器に呼び戻された。心停止していた時間、それが21分間だった。あれが家族を見た最後だ。この心臓のおかげで私は家族とはぐれた。そしてこの心臓のおかげでまた家族と再会できるかもしれない。それが私、ハートマンなんだよ。あれからビーチを共有できるようになった。私はビーチに行き、家族の足跡をたどる。疲れたらここに戻り、ビーチの検証を続ける。いくら心臓が止まろうが、この痛みは消えない。あ、君の家族の写真は。そうか、あと5分で心停止します。ビーチに行く前に要件を聞いておきたい。ああ、うん、そうしよう。このエリアではプレッパーズのシェルターに第一次遠征隊の研究員が駐在して、デスストランディング以前の痕跡を研究している。以前の痕跡、つまり古代の地層や長い地球の記憶がデスストランディングを免れて奇跡的に残っているというわけだ。科学スタッフたちは私と同じ第一次遠征隊のメンバーだ。彼らのシェルターにカイラル通信をつないでほしい。この一帯を DS 研究の拠点にしよう、そう発案したのはアメリだ。世界中どこを探してもこの一帯でしか恐竜が絶滅した白亜紀末の化石は発見されていないんだ。世界最後の恐竜が生息していたのはこの辺りだけだと考えられる。つまりここには絶滅期の記憶が眠っている。それがデスストランディング回避のヒントになるはずだ。先発隊のアメリはそう言って、後に続く私や科学スタッフをこの地に残してくれた。過去をつなげば今がわかる、未来を作ることもできる。彼女は私たちにそう言い残して西に向かった。あと3分です。あ、うるさいな、見落としておこう。だがその後、エッジノットシティの手前にあったタールベルトの活動が激しくなった。地上に溢れ出した大量のタールに多くの仲間やカイラル通信の拠点が飲み込まれてしまったんだ。あれは全く予想できない事態だった。これもヒッグスの仕業。わからんが、西への中継ステーションがなくなった。このままではカイラル通信を西につなげることはできない。代わりの通信拠点を建設しなければならない。だが他のノットシティにあるような大規模な装置を用意することはできなかった。だからそこを代替の結び目に使う。サム、君は科学スタッフをキューピッドでつなぎ、アメリのところまで行ってくれ。そうすれば私は DS 解明の研究に専念できる。
サム、ハートマンは大丈夫だ。エアマットフロアが衝撃を吸収する。ドアロックも解除しておこう。いやなかなかやったな。おお、しっかり見てたね。いたずらっ子やな。サム、聞いての通りだ。依頼を受注してほしい。はい、ということで、まあ、ハートマンはいろいろビーチを回ってる理由とか聞けたんで面白かったですね。いやまあまあまあ、こっからまたいろいろ運ばないといけない感じになりそうなんで、そのあたりまた頑張ってやっていきたいと思います。それでは、切り替えでここまでにしましょう。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。